シュオンチンは、ベトナムの政治家。ベトナム共産党の理論家であり、当初記長を務めた。また、ベトナム社会主義共和国国会議長や国家評議会、議長などの要職を歴任した。1907年、ベトナム北部のナムディン賞の知識時に一族に生まれる。本名は、ダンスアンク。1927年、ベトナム青年革命同士会に参加。 ハノイのインドシナ大学高等商業学校に学んだが学生運動に参加して退学となる。1930年にホーチミンらによって組織されたベトナム共産党に初期より加わった。しかし同年12月に逮捕され1936年に釈放された。1940年の第7回中央委員会総会で党中央常務委員に選出。 翌1941年5月の第8回中央委員会総会において当初基調に選出され、法治民に次ぐ地位を占めるようになり、またこの時期より中国共産党の毛沢東に浸水して、自らの故障も調整を意味するン恩ンとした。1945年8月の日本降伏によって第二次世界大戦が終戦を迎えると、 ホーチミンを指導者とするベトナム8月革命が勃発、同年9月2日、ベトナム民主共和国が建国された。11月、インドシナ共産党は、ベトナム独立同盟会に合流するために解散。ただし、共産党組織は実質的に温存されたため、チュオンチンはその責任者として、ベトミンの指導者の一人に位置づけられた。1951年、 ベトミンに合流していた共産党組織が再建されベトナム労働党に再編されるとベトナム労働党第一初期に就任。シュオンチンは新中派で毛沢東が国境内戦期に実施していた土地革命をモデルとした土地改革を実施した。しかし、インドシナ戦争後の行き過ぎた土地改革は農民層の反発を招き、1956年に その責任を問われて第一初期を更迭された。一時は中央委員まで降格させられたが政治局員として復活。1958年副首相に就任。1960年国会常務委員会議長に選出される。第一初期更迭後も革命の貢献者としての位置は失わなかった。1969年のホーチミンの死去後は、 レズアン第一初期の路線への批判者として原則的対応を続けた。ベトナム民主共和国によって南北ベトナムが統一され、1976年にベトナム社会主義共和国が建国されると国会議長、新憲法起草委員会委員長となる。1981年国家評議会議長に就任。彼は、 ベトナム共産党最高指導部内での強情主義者、左翼変更論者、毛沢東主義者と見られてきた。しかし、経済が大恐慌に陥った1979から80年以降の人心の後輩ぶりを見て、以来考え方が変わってきた、とされる。少なくとも、第五期党中央委員会第八回総会以降の、彼は中華人民共和国の改革開放のような、 経済改革の強力な推進論者であった。1986年7月、レズアンが死去したため、ベトナム共産党書記長を兼任。同年末の第6回党大会において、市場経済の原理を導入する流れを作り出した。この党大会を経て、ベトナム共産党書記長を引き継いだ、グエン・ワンリンと共に、ベトナムはドイモイの時代へと入った。なお、 チュオンチンはこの党大会で初期長を退き、ファム・バン・ドン・レ・ドゥクトと共に党中央委員会顧問に就いた。1987年6月18日、国家評議会議長を退任。長男はダンスアンキ。改革派としてのチュオンチンの活躍を支えた影の演出者は、実は息子の木であると言われていた。党中央委員、党付属研究機関。 マルクスレーニン主義法治民思想研究所所長、ありがとうございます。